ある形質が遺伝する法則を分類したもの。医学では遺伝性の疾患を分類するために用いられる。遺伝形質の情報は遺伝子に高度されており、遺伝子発現によって身体的特徴として現れる。遺伝子は染色体上の DNA の塩基配列によって規定されており、哺乳類などの有性生殖を行う生物では各染色体は 父親由来と母親由来の2本が1体になっている。常染色体では同じ遺伝子が1個体に2つずつあることになる。一方、性染色体では両染色体上に存在する遺伝子は異なっており、X 染色体上の遺伝子は1個体に1つしかない。ある形質が常染色体上の遺伝子にコードされているとき、その形質が 実際の身体的特徴として発言するためには、一体の遺伝子の一方に形質が高度されていれば、発言する場合と、双方に高度されていなければ発言しない場合がある。また、生鮮食体は体になっていないため、生鮮食体上の遺伝子の発現には、また特有のパターンがある。さらに、メンデルの法則には従わない遺伝パターンを持つ、形質もある。遺伝形式とは、 形質の遺伝パターンを実際に発現する身体的特徴に着目して分類したものとも言える。ある形質を規定する遺伝子が特定されている場合、その遺伝子の染色体上の存在と実際の身体的特徴とを比較することで遺伝形式が正確にわかる。しかしながら遺伝子が特定されていない場合でも表現型の遺伝パターンを観察して、 遺伝形式に分類できることが多く、遺伝形式が責任遺伝子を特定する足がかりとなることもある。遺伝形式を特定することは以下のような点で有用である。以下の解説は、もっぱら人の遺伝性疾患を例に取り上げる。人の染色体は、常染色体22対44本、性染色体1対2本からなる。以下に遺伝形式の格論を説明する。 浸透率とは遺伝子の異常を持っている場合に実際に発病する率のことであるが以下で発症の確率を述べる場合特に指定がない限り浸透率100%と仮定した理論上の確率を示している。オートソーマルドミガンと、AD と略す。常染色体上に存在する一体の遺伝子の一方に異常があれば発症する。患者の子が同疾患を発症する。 可能性は男女を問わず50%である。これらは劣性遺伝と違い、遺伝子を持っていても発症しない保因者が伝えることができないので、特に若年で発症する。知識的な常染色体優性遺伝性疾患は、実際に遺伝で発症することは少ない。このような疾患は、主に突然変異によって発症する。常染色体劣性遺伝の例オートソーマルリセッシブ。 AR と略す。常染色体上に存在する一体の遺伝子療法に異常がなければ発症しない。一方の遺伝子のみに異常がある場合、症状の現れないキャリアーとなる。実際にどのパターンで発症することが多いかは、疾患の種類や人種によっても異なる。釜状赤血球症は常染色体で性遺伝するが、アフリカ系では遺伝子異常の頻度が高く、 キャリアが多いため、両親キャリアから発症する可能性が比較的高い。一方、フェニルケトニオー症などの先天性代謝異常症の多くは遺伝子異常の頻度が低いためキャリアが少なく、キャリア同士の間に子が生まれることは少ない。この場合、親の一方がキャリア、もう一方は突然変異という形で発症する可能性が高くなる。X、リンクトドミナント。 XD と略す。女性の X 染色体の一方に異常があれば、疾患として発症する。男性が異常遺伝子を持った場合も発症するが、この遺伝形式を取る疾患には、正常の遺伝子を合わせ持つヘテロでない土地子になるので、男性は X 遺伝子に異常があるとほとんど流産する、というものもある。このような疾患では、男性患者はほとんど生まれない。X。 リンクとリセッシブ、XR とリャクス。X 染色体上に存在する遺伝子の異常によって起こるが、正常遺伝子が一つでもあれば発症しない疾患。女性では二つある X 染色体上の遺伝子療法に異常がなければ発症しないのに対し、男性では X 染色体が一本しかないため、遺伝子一つの異常で発症する。このため、男女の患者数に大きな差がある。 メンデルの法則によらない遺伝形式の代表例である。まず、ミトコンドリアは生死のものが伝えられないので完全に母系であること。第二に、核は一つの細胞に一つなので生死由来と卵子由来の2コピー分しかないが、ミトコンドリアは一つの細胞に数百個存在する、上一つにつき後から10種類の DNA があるので、卵子一つに数千コピー分あること。 このため異常な DNA を受け継いでも正常な DNA を持つミトコンドリアも混在するので正常 DNA のミトコンドリアにカバーされて無症状も多いこと。さらに強い活性を持った酸素が飛び交うミトコンドリアでは DNA が傷つきやすく突然変異が核の DNA の10倍近く起きやすいと推定されるので突然変異による発症が多いという違いもある。 AB アミノ酸のグルタミンを作る塩基の繰り返しが異常に長くなっている。なお、このキャグリピートが長くなればなるほど発症が早期になり症状も重篤になるほか、この遺伝子を父親から受け継いだ場合のみ、リピート遺伝子が親世代より伸びていく表現促進現象が見られる場合がある。P171 から172ベッカー型は、 この塩基結損が酸の倍数のためアミノ酸合成の読み取りの際に合成のアミノ酸に一部足りない部位があるが残りの部位は正常なジストルフィンができるのに対しデュセンヌまたはこれ以外の塩基の抜け方をしたため読み取りの位置自体がずれて全く違うアミノ酸の組み合わせで作った全く違うジストルフィンができるため p 2 1 7ハット p 1 7 1から1 7 2 p 1 7 7ハット p 1 5 1から 152P214 から2 1 7ハット p 2 2 4から226 22ありがとうございます。